お肉には完全に火が通ってる状態になってて、松茸の香りがね、非常によくね、香るんですよ。はい、どうも、料理のお兄さん、リュウジでーす。はい、ということでですね、今もう9月の終わりですね、これね。ようやく涼しくなってきたっていう風な感じじゃないですかね、皆さん。今回はですね、涼しくなってきた今にですね、一番こう必要とされるんじゃないのかなっていうですね、肉吸い。肉水って皆さん知ってますか？あの関西の方で食べられる料理なんですけども、肉うどんのうどん抜きなんですね。お肉とうどんが入ってるじゃないですか。それでうどん抜いて、あのお豆腐とか入れるんですよね。あのうどんが入ってないのヘルシーな締めとかに食べられるものになるんですけども、これがですね、僕なんか二日酔いの時とかにすごくね飲んだりするんですけども、あとあの食欲のない時肉水だけ食べたりするんですけども、今回ねなんとね、ものすごく簡単に作る方法を私編み出してしまいました。レンジで洗い物もなく超簡単に、しかも超うまく、あるものを使ってですね、絶品な肉水、これを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料説明いきます。まずですね、肉水というからにはお肉ですね。お肉、これね、レンジで作る場合なんですけども、あの豚バラ肉おすすめです。レンジで加熱しても、硬くならないんでね、70から 80g ですね。うどんの代わりに入れるお豆腐ですね、 150g、 小パック1個ですね。調味料で、お醤油とお塩、もう本当に少しずつ、お醤油が小さじ半分と、本当香り付けですね、お塩がもう1つまみぐらい、七味唐辛子、これが入ると非常にですね香りが高くなって、ちょっとピリッとしたところが、まあこれ味変でお好みで大丈夫なんですけども、これあると非常に美味しいです。小ネギですね、ちょっとねシャキッとして、あと見栄えが良くなります。はい、今回の一番重要なもう調味料です、これね。こちらの松茸の味おすすめ、これね皆さん誰しもが一度は飲んだことあるんじゃないですかね。保存も効いてすっごい便利なんですよね。すごいね、お出汁の代わりになるんですよ、これね。これ一つで簡単にレンジで肉水が作ることができます。これねすっすごい便利なんですよ。いつでも肉水作れますか、これで。今回はこちらの調味料でやっていきたいと思います。はい、それではですね、肉水なんですけども、締めに食べるとすごく美味しいんですよ。僕を今から締めの状態に持っていきたいと思います。はい、あーうまいっすね、肉水が食べたくなってきたな。作っていきたいと思います。豚バラ肉ですね、はい、こちらを切っていきます。3、4センチぐらい、こんな感じでね、はい、もうこんだけ丼用意しちゃいます。これが今回の調理器具であり、鍋代わりでもあり、器でもあります。お豆腐なんですけども、これね、もう包丁も使いたくないので、こんな感じでね、ちょっとこうちぎりっていうか、すくいながら入れていきます。大きさね、お好みです。これがね、結構ね食べ応えがあるんですよね。これ夜食とかにも非常におすすめですよ、これ。豚バラをもうぴょぴょっと広げながら乗せていきます。お肉の量はね加減していただいても大丈夫です。僕ねちょっとね、お肉も好きなんでたっぷりめに入れますけども、水 180cc、 もうここに入れちゃいます。はい、そしたらですね、ここで松茸の味を吸い物です。これこうこうですかね、こんな感じですかね。そしてまあお塩パラパラっとで、お醤油を回しかけて、顆粒が上に残ってる場合はちょっとね押して、少しね溶かしてください。ラップしていただいて600ワット5分チンします。締めに向けていただいていきます。はい、それではですね、レンジの加熱が終わりましたので、どうなってるか見ていきたいと思います。器熱くなってるんで、必ず皆さんミトンとか、はい、あのこういうの使ってくださいね。はい、こんな感じになってます。お肉には完全に火が通ってる状態になってて、松茸の香りがね非常によくね香るんですよ。これが七味唐辛子、パラパラパラと、これね、あの七味唐辛子風味もつきますんで、はい、あのもし辛いのがね苦手じゃない方はね入れてください。あの辛いの苦手だったら入れなくても全然平気です。はい、
この小ネギですね。はい、ちょっとね、食感にも、色味にもなるのでね。はい、そうしましたらですね、レンジでできるですね、超簡単松茸の味レンジ肉水、完成でございます。はい、それではですね、できましたので、これをちょっとね、合わせていきたいなと。はい、命の水ですね。もうお出汁の効いた肉水にはやっぱり命の水、日本酒ですね。いただきます。楽しみでたまりませんって、これで、ね、皆さん、いただきます。軽くね、食べるとき少し混ぜてくださいね、お豆腐とお肉。おめっちゃ肉質になってる。相性抜群ですね。松茸の味、お吸い物のうまさがね、お肉とお豆腐に合うんですよね。少しね、お醤油とお塩も入れてるんで、味もバッチリ決まってます。これ同じ分量でおうどん入れても絶対美味しいですね。豆腐抜いてうまいな。これ飲みすぎたなって時もいいですし、夜食とかにもいいですよね。めっちゃうまいわ。このスープ超うまいぞ。味変とかするんであれば柚子胡椒ちょっと溶かして最高だぜ。辛みとあと柚子の匂いが強いので永遠といけますね、これね。ぜひ皆さん試してみてください。はい、それではです皆さん、今日のこちらの松茸の味レンジ肉水いかがでしたでしょうか。すぐ買ってきてできるんで誰でもできます、分量さえ測れば。なのでですね、ぜひ皆さんこちらのレンジ肉水やっていただいて、僕と一緒に優勝しましょう。